平成29年3月2日、熊本地震で甚大な被害を受けた阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、楼門の復旧工事や部材の修復作業の様子が報道陣に公開されました。阿蘇神社では現在、国の重要文化財に指定されている楼門や神殿など6棟の調査解体、また部材の修復作業などが進められていますが、工事の進捗状況の問い合わせが多いことから、工事を請け負う清水建設が企画して、この日、報道陣に復旧工事の様子が公開されました。素屋根で覆われている楼門は、屋根の銅板がほとんど撤去され、中の骨組みが現れています。また、地震で落下していた部材などについては、調査専用の格納庫に保管され、釘一本の小さなものまですべて調査し、再利用できるものは可能な限り使用することになっています。今回の修復工事には、沖縄の首里城や島根の出雲大社などの修復を手掛けた匠の技を持つ宮大工が作業を進めていて、慎重かつ丁寧な修復の様子も公開されました。いや、この状態っていうのはもう初めてなもので、ですから、今まで経験してきたこととか知識とかをもう全て出して、それでも足らないぐらいの状態なので、だからもう慎重に、でもかといってあんまり時間をかけずにですね、あの下のものは結構こう押された状態にいるんで、早く救出してやらないと、あの悪くなる一方なので、そこら辺はあの早くあの助け出すというか、部材を助け出すということを心がけてますね。皆さんの思いがものすごく半端ないので、我々も負けないように、あのできる限り今までのやってきたことを全部出し切って、でそれでもまだもっとっていう形で仕事をやっていきたいなとは思ってますね、はい。阿蘇神社によりますと、楼門などの国の重要文化財については平成34年度までの復旧を目指していますが、創建当時の図面がないため、楼門の内部を写した写真などの提供を呼びかけており、再建に役立てたいとしています。